どうし道。道に向かってるんですけど、やっぱ早いね。向かい風はパッと吹向きだな。ずっと入ってなきゃ俺。よいしょ、ロードに変えたい。どうし道入ってるよ。まあ程度もうちょいだけど、ついてけねえよー。
うせ追いつけないから。記念写真を撮ってました。無理だよ、ドローンバイクとマウンテンバイクで勝てるわけないじゃないですか。まあ帰りの道し道はねほぼ下りなんでそこまで足を使うことはないんですけれども、問題は今雨雲が近づいてきてるのと、ただいま5時をちょっと回ったところなんで、暗くなる前に道し道は抜けないですよね。まあこんなに車通りがあるから、もしかしたらワンチャンそこまで神経を研ぎ澄まして走らなくても大丈夫かと思う。
くれなかったよ。先帰るって。ないんだもん。飛ばしすぎだよ。どうして道終わり。もうしばらくいいや。疲れた。新地はね、中の海の場所もないんだけど疲れるよね。特に重い自転車に乗ってると、
覚なんだけど、50キロ走ると100キロ分の疲れがすごい出るんで、今日200キロでしょ、200キロだから400キロ分の体力がごっつり取られた感じがする。よし、じゃあ行きましょう。この動画が面白ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。自転車で世界を盛り上げるために活動を始めています。ロードバイクとファットバイク2つの自転車を使って動画を撮っています。でよければね、コメント等もお願いします。で変なコメントはね、残念ながらちょっとね、非公開にしたりブロックしたりしたいんで、まともなコメントをお願いします。でまたね、チャンネル登録どしどし、まだまだね、2桁なんで3桁を目指して活動していきましょう。あー、とにかく体はボロボロだ。帰って寝て。